ははい、いこんにちはアゲアタオですえー、と先日ファーウェイさんのね変なものとかまああとはサムスンも含めてですけど特許関連でちょっと面白いものをね紹介したりしてるわけですけども IBMIBM IBM がちょっとまた面白いものを特許出願してたんでその話をしようと思います。すでででに、えー、と大手メディアのの方とかでも取り上げられているので まあもうご存知の方もいると思うんですけどただあの一部ちょっとその大手メディアさん間違ってんじゃねえのって思うところがあるのでまあ俺なりにちょっと話をしていこうと思っています。えー、っと今回 IBM があの特許出願してたっていうのはスマートウォッチです、えー、まあディスプレイを備えているスマートウォッチなんですけどそれが。 まあこれが1だとしてこの1画面がディスプレイとするじゃないですかそのやつ搭載されているこれはスマートウォッチの画面これが要は8枚並ぶものになるとスタートはこのサイズなんだけど展開していくとこれが8個並ぶサイズになるっていうまあスマートウォッチのまあスマートウォッチそうですねそうだねまあの特許になってますね これが例えば4枚並ぶとスマートフォンのインターフェースになって8枚になるとタブレットモードになるっていう形のようなんですで大手メディアさんのところではこれ八つ折りっていうふうに言われてるんですよ八つ折りディスプレイの特許数がみたいなこと言われてるんですこれねあの特許資料をよく見てもらえれば分かるんですけどあの折りたたんでないです。IBM のこの特許では折りたたんでなくって。 この一枚のディスプレイのこの正面から見てこの裏側に収納されてるんですよでそれをこうスライドさせて展開していくっていう形のディスプレイになっていて折りたたみっていう感じじゃないんですよね英語でも確かスライドなんとかっていうふうに書いてあるはず で構造も書いてありますけどちゃんとそのスライド式になってます折りたたんでなんかヒンジが入ってて折りたたんでそれを展開していくっていう感じなじゃなくてディスプレイの裏になんかレールみたいなものがついててそれで展開していく図が書いてありますスライド式で1から8倍になると。 U ディスプレイの搭載したスマートウォッチっていう感じになってますね、まあ、ただこのスライド式としてとしてもそしてまた八つ折りっていう風になってたとしてもですねどっちにしても厚さが相当食われるんですよ。でまああとはその中のインターフェースのまあ構造ですねその1画面の時4画面の時そして8画面の時っていうその えーまあ、それぞれスマートフォンとかタブレットモードみたいなことも言われてますけどそのまあ,あより何て言うんですかね、えー、複雑な,なんかインターフェースになってしまったりとかっていう,こう結構懸念点はいくつかあるんでまあ一応特許としては出されてますけど実現はかなり厳しいんじゃないかなっていうふうに俺なんかはあの踏んでます。またこのの状態でその 要は片手塞がってるじゃないですかスマートウォッチとしてやった場合にそれをスライドさせてそうやってなんか4画面とか8画面とかに展開するのが果たしてユーザビリティ的にどうなのっていう風には俺は思ってる <laughs> クソやりにくいんだけどみたいなワンタッチでプワーンって出てワンタッチでシュシュンってなるとかっていうんだったら別よ別だけど いやーこれはなかなか厳しいんじゃないですか面白いけどねそのここの画面が大きくなってっていうのは面白いですまあちょっと昔の SF チックな感じには思えるんですけどまあここにその大きな画面が必要かっていうと必要じゃないしだって何見んのって話じゃんこの状態で動画なんて見ないでしょだって結構きついよあのこの片手だけこうやって上げとく状態って仕事の資料見んの結構厳しいよ その部下から送られた資料をこうやってチェックするの厳しいいと思います <laughs> だったらもうメガネ型のデバイスでこの投影させて視,視界の中にその資料が写ってる方が全然いいというか <laughs> バッテリーの持ちぐらいでしょそうなってくるとその懸念点としてはそのメガネ型のやつの場合っていうのはこれなかなかこの特許面白いんですけど結構厳しいなっていうふうには思ってたりします。うん まああのこの世の中ではね現状まあフレックスパイしかあの製品としてまだ折りたたみのスマートフォンは出てなくってでその中でまあギャラクシーフォールドとメイトエックスが近々満を持して発売というふうに言われてますしまあモトローラのレーザーもやっとですねまあ一部の認証機関を通過したというふうなニュースも流れてたりしますけどもまああの ななんて言うんてううだろうなこれはな結構厳しいんじゃないのっていうふうに一応バサッとは切りましたけど楽しみには思ってるんですよそういう,こう新しい形の,あのデバイスだったりその今あるものがその折れ曲がるとか。 まあ、合わさるとか、そういうことによっては新しいその使い方の,、ね、あの提案っていうのも今後出てくるはずなんでこれはあくまでデバイスの構,構造でしかなくってどういうふうに使うのかそのサービスと組み合わせになった時にどういう利点があるのかっていうところも含めてあのメーカーは提案しなきゃいけないわけでとりあえずこれは特許なだけですから。 でそうなった時にこう柔軟な発想とプラス自分たちが考える、えー、組み合わせる機能とそこにさらにあのサービスっていうものを合わせた時にどんなその幸せなことが起こるのか、うん、あのそこまで提案されて初めてあの我々はねちょっとときめくというかさ。 あの判断するわけじゃないいやそれはあんまいらねえなとかそれ超いいやってみたいみたいなのとかさあのなのでぜひぜひこの IBM もあの、まあ、この特許は特許で分かったので、まあ、その他にもねあのちょっと面白いような製品をちょっとこう考えてほしいなというふうに思いますね特許は特許なんでそのど,こどこのメーカーとこうコラボしたりというか提携してもいいんで。 なんかそのしっかりとしたその成果物っていうものが見えると俺ははもっっっといいいのになっていうふうになてう思ったりします、はい、まあ折りたたみのディスプレイだけでもうまだ3機種しか世の中には発表されてなくって今後まあいろんな形でねあの現状はあのー、製品としての発表は実際にその大きい画面をちっちゃく畳むっていうだけだしまあ コメントでもあったちゃい画面あそう、ね、大きい画面を小っちゃくして持ってくっていうそうじゃなくって今のスマートフォンをよりコンパクトにするっていうものだったりとかその他にも、ね、いろいろ考えられると思うんでぜひぜひその製品メーカーに関してはあの今までそのスマートフォンとかフィーチャーフォンとか使って作ってきているその経験もも,ものすごく膨大にあるわけなんでね。なんか 急がしちゃいけないんですけどなんていうかあのギャラクシーフォールドみたいなことが起きちゃったりするから急がしちゃいけないんでしょうけども急いでほしいというか、えー、そんな感じを持っておりますあのとりあえず今回は IBM 特許ではありますけども8つの画面1が8倍八倍になるスマートウォッチの特許を出願していったと。 いうお話でしたスライドで収納されるというところみたいです。ということでまた見てなバイバイ。